この動画は平成31年度高等区認可保育園の申し込みに関係する就労状況申告書の記入について特に注意すべきポイントを解説するものです。就労状況申告書は保育を必要とする保護者の自由が就労で、就労形態が自営業や内職の場合に保護者の方1人につき1枚提出が必要となります。 自営業でない場合でも、家族、親族が経営している会社にお勤めの方や、株式化された会社の代表取締役の方も、こちらの書類の提出が必要となります。また、就労状況申告書の提出の際には、自営を証明する書類として、開業届、営業許可証、請負契約書、領収書、請求書、伝票の、 いずれか1点の提出が合わせて必要となります。自営を証明する書類はコピーで構いませんが、他社や公的機関が証明したものに限られますのでご注意ください。なお、区のホームページで書類をダウンロードいただけます。記入例を付けた Excel 形式の申し込書も掲載しておりますので、パソコンでの入力が可能な方はぜひご活用ください。 書類上部の保護者記入欄について、児童名、振り仮名、生年月日、希望保育園等、間違いのないように保護者の方が記入してください。保育園名は、第一希望の園名のみ記入してください。クラスは、申し込みいただくクラスを記入してください。例えば現在0歳児で、平成31年度4月を、 一歳児で申し込みいただく場合は、一歳クラスとなります。証明年月日について、書類の有効期間は、受付日を基準として3ヶ月以内となります。3ヶ月を超えている場合は、受付できません。また、証明年月日が3ヶ月以内の書類を、平成30年度ですでに提出している場合も、 平成31年度の申し込みをする際は、再度書類をご用意いただき、提出してください。事業署名について、夜行等がない場合は空欄で構いません。代表者名は、代表者、経営者の名前を記入してください。社員、または代表社員について、 ご無印は無効となります。通常の印鑑で応印してください。事業形態について、親族が経営している場合は、保護者から見た俗柄を記入してください。業務委託を受けている場合は、委託元も記入してください。仕事の従事者について、 業務に従事している該当者すべてにチェックを入れてください。親族以外に従業員がいる場合は、その他従業員の項目で、人数も記入してください。職場内の状況について、業務中に危険物を使用している場合は、該当するものすべてにチェックしてください。 その他の危険物の場合は、内容も合わせて記入してください。就労者の就労開始年月日、事業の開始年月日について、両方が同日であっても、必ず両方記入してください。勤務日数、定休日について、 毎週の勤務日数が決まっている場合は、週何日かを。不定期な場合は、月何日かを記入してください。定休日が不定期な場合は、不定期にチェックを入れて、月の日数も合わせて記入してください。給与形態、直近3ヶ月の支給額及び勤務日数について、 給与形態はいずれかに必ずチェックを入れてください。どの給与形態であっても、直近3ヶ月の支給額及び勤務日数は3ヶ月分記入してください。直近3ヶ月に3003号3休暇が含まれる場合は、3003号3の期間を除いた3ヶ月で記入してください。給与形態が出来高、 売上によるの場合は、別途直近3ヶ月の支給額のうち、最も支給額の高い月の収支報告書の提出が必要となります。収支報告書は区で指定の様式となり、区ホームページからダウンロードいただけます。就労時間について、記載した就労時間以外に、 残務整理等が日常的に発生している場合は、具体的にご記入くださいの欄に、残務整理の就労時間を追記してください。また、1日の中で時間帯が複数に分かれている場合や、曜日による決まりがない場合など、不規則な場合は、同じく具体的に記入してください。 上期就労時間内に家事を行っている場合の状況について、始業前や終業後など、就労時間外に行っているものは対象外となります。就労時間内に行っているもののみチェックを入れて、合計の時間も合わせて記入してください。一日の就労状況について、 記入例を参考に、仕事をしている日の平均的状況を記入してください。残務整理等を日常的に実施している場合は、図表にも記入してください。就労状況申告書の記入に関する注意点の解説は以上となります。なお、平成31年度より申し込みの際には、 提出書類確認表の提出が必要となります。申し込みに必要な書類については、平成31年度入園のしおり、8ページから10ページをご覧いただき、書類が揃っているか確認いただいた上で申し込みをお願いいたします。